こんにちはフィーフィーです韓国は国際法違反だ発足初日から韓国を通列に批判した菅政権韓国ではそんな菅政権を安倍政権シーズン2が始まったと報じています菅新総理が誕生し菅政権が発足して早々韓国が戦々恐々していると言うんです 日本のマスコミが菅氏は叩き上げの政治家と報じたこともあり、韓国では菅氏のことをお金も地位も持たない庶民派だと好意的な見方もあったようなんですが、いざ菅政権がスタートし蓋を開けてみれば庶民派のイメージが特にするわけでもない。しかも何より韓国にとっては安倍政権色が強い。 保守的な今度の日本の政権にもともと期待も大きくなかったものの前の政権の姿勢を引き継いでいることにこれは安倍政権シーズン2じゃないかと冷ややかな反応が広がっています。文政権は安倍路線を継承する菅政権に警戒していることでしょう。 それもそのはず、茂木外務大臣は菅政権発足の初日から韓国を痛烈に批判しています。9月16日に初めて開かれた閣議後の会見で、茂木外務大臣は記者団の前で、元徴用工問題について、日韓関係の大きな問題だ。国際法に違反しているのは韓国であることは間違いないと強調しているんです。 茂木外務大臣のこの発言はこれまでの日本政府の立場を新政権になってあえて再確認したもの元徴用工問題について1965年の日韓請求権協定で日本政府が韓国側に計5億ドル相当の保証をしていてこれにより完全かつ最終的に解決したと 日本と韓国の間でこれを確認済みなんですねこのため日本政府は韓国の最高裁が日本企業に対し賠償判決に出たことに請求権協定の違反であり国際法違反だと主張しているんですそもそもこれは日本政府から補償を被害者とされる方々にちゃんと支払っていない韓国政府の問題であり つまり、元徴用工問題は、韓国の国内問題。韓国側が責任を持って正さなければいけないと、こう日本政府は言っているわけです。え韓国側は、元徴用工問題についてまだ、被害者個人の請求権は消滅していないとして、個人の日本企業への保障を肯定しているんですが、まあ、そうであったとしても、 その保証の請求先は日本ではなく韓国政府に行わなければならない。えそれは個人への保証を当時日本政府が直接行うと申し出た時、韓国政府が個人への保証は我々が個別に行うとこう約束したから、その約束を守らなかった韓国政府に責任があるという日本政府の主張は何も間違ってはいません。 そんな中で日韓関係悪化の原因は全面的にムン政権にあると朝鮮日報が報じています支持率が下がり続ける一方のムン大統領ですがムン政権が交代すれば日本と韓国の関係が肯定するのではないかという分析もされているらしいんですまた中央日報はコラムで慰安婦合意に絡ませて 菅氏について次のように書いています。菅氏は2015年の慰安婦合意の影の主役。合意文を作るまで交渉を指揮したのは菅氏なんです。菅氏は慰安婦合意を大きな成果と思っていただけに、この合意が韓国側の政権が変わった後、ム政権に変わった後ですね、覆されたことに大きなショックを受けたと。 しかも慰安婦合意を達成するため菅氏と交渉が難航するために努力した大統領秘書室長が文政権になっててから逮捕されているんで,すで慰安婦合意が文政権下で何の意味も持たなくなったことに菅氏は激怒しまた刑務所に送られたこの秘書室長この方に手紙を書くなどしている。 これは日本の政界ではよく知られた話と言います。まあ、こんなこともあり、菅氏の韓国に対するスタンスは大きく変わったと言います。そして先ほども触れた元徴用工問題、これについても菅氏は総裁選の選挙運動の時に 1965年の日韓請求権協定で全て解決済みであり、文政権は国際法を守るべきと強調しています。そしてもし韓国が日本企業の資産の現金化に出れば、日本政府は直ちに40項目にもなる報復措置に出ると発表しています。金融措置や送金中止など 韓国にとってはきつい制裁の数々をこれのほとんど菅氏が関わって日本政府が極秘で検討してきたと言います。ムン政権はそれでも日本企業の資産の現金化を止める考えもないことから日本政府もこれまでと変わりなく実際に現金化が行われれば直ちに報復に出るとしています。 支持率の低下しているムン大統領が歴代の大統領のように国民からの反発、批判にさらされ、また最近続々と紛失しているムン大統領の周辺のスキャンダルが引き金になり、辞任まで追い込まれることがあれば、韓国側が日本企業の資産の現金化を遅らせたり中止することがあるかもしれない。 そうなれば韓国経済にとって日本からの金融制裁などの措置を避けられるまあこれ唯一の方法かもしれないという声もあります先ほど話したように菅氏が力を注いで合意に取り付けた慰安婦合意が覆されて以降菅氏の韓国に対する見方は変わりました安倍政権で長く官房長官を務めている中で ほとんど菅氏が韓国に関する話をしていなかったと言います。つまり菅氏にとっては韓国はアウト・オブ・ガンチューだったと。これをですね、中央日報も書いているんです。そして昨年11月の日韓首脳会談でも韓国側は友好的な雰囲気だった。両国関係の重要性を確認したと、こう発表していたんですけれども、菅氏は この韓国側の発表を受け韓国側との感触についてどうかと記者団に問われた際韓国側の発表は韓国側に聞いていただきたいと、まあ、突き放した返答をしています。韓国がたびたび一方的に都合のいい発表をしていることにどうでもいいと、まあ、冷静に反応しているように思います。 またムン大統領は9月16日に菅総理に就任を祝う書簡を送ったんですけれどもここでは日韓関係をさらに発展させるために共に努力していこうとか、まあ、対話とか協力とか、まあ、未来志向な言葉が並んでいたんですけれどもこれに対しても菅氏は何の反応も示さなかったと言います。 まあこのように菅氏のこれまでの言動その政治性から見ても今度の政権が韓国にうまく利用されるような隙はありませんハンギョレ新聞はこれをかつて日本史に例え語った菅氏の話を引用してこう書いています菅氏は常にナンバーツーに徹してきた菅氏は 豊臣秀吉を助けたナンバー2として生きてきた弟の豊臣秀長の人生に憧れ安倍総理との関係においては自分もナンバー2に徹することで信頼関係を築いてきました菅氏は官僚社会を掌握しトップを支えてきたただずっと安倍政権ではナンバー2だったために 安倍政権の政策を継承するだけで独自の政策が見えてこないそうなると今後日韓関係に大きな変化を期待できないかもしれないとこう書いているんです中央日報は菅氏についてどう官僚社会を手の内に収めたのかその秘訣を書いていて官僚に対して愛されるか恐れられるかの一つを捨てなければならない時は 恐れられていた方が政治家にとってははるかに安全だ菅氏はあえて嫌われ役を買って出ていたとこう書いていますさてここまで菅政権をいかに韓国は注視しているのか、まあ、その理由を説明してきました最近行われた日本と韓国との両国の意識調査によると日韓関係の原因を作ったのは 互いに半々、日本と韓国どちらの国にも責任があると答えたのが75.1%の韓国に対し日本人の回答者の多くは韓国に責任があると答えていましたこうした世論からも菅政権になったからといって日韓関係が改善するわけではありませんむしろ散々韓国から嫌がらせを受けてうんざりしている 日本国民が増えているのでしょう。韓国が意識を改め歩み寄りの姿勢を見せない限り現状は良くなることはないでしょう私から見れば発足初日から韓国に強硬な姿勢を見せた菅政権穏やかな印象の安倍政権よりよっぽどストレートに韓国に対して強い態度で臨んでいくように思います。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします